こんにちは、くまみきです。今日は私が使ってるヘアケア用品を紹介しようと思います。いや、もうこの髪の毛はね、何回ブリーチしてるかもわからないぐらい、本当に行くたびにやっぱ色抜いたりとかしてて相当痛めつけてるんですね。だから最近はもうやばいかもって思って、結構もうヘアサロン、いつも行ってるヘアサロンで相談してシャンプーを選んだりしたりしたり選んだりしたりしてるので、そのままそれを紹介したいと思います。まずシャンプーがこちら、クローディアシャンプーメロースリーク、パサつきのある潤いツヤ髪へ。これね、髪のタイプによって確か4種類ぐらいあるんだけど、私のはね、パサつきのある髪を潤いのあるツヤ髪へ。すいません、髪髪って感じで、私の髪はもう本当に結構パサパサで切れ毛とかもやばいので、こういったタイプを使ってます。多分ネットでも探せば買えるんだけど、こう種類があるから、最初買うときはちゃんと美容室で相談して買うのがいいのかなと思います。で、たまにもう普通にシャンプーだけじゃ問題になって、もうがっつり洗いたいっていう時は、このシーブリーズのシャンプー前の毛穴スッキリクレンジング使ってます。これ前に動画でシャンプーの正しいやり方の時に紹介したんですけど、これ相変わらずね、本当にスッとスッキリして、朝の目覚めにも気持ちいいし、あとマッサージで夜のポカポカってする感じも気持ちいいので、リフレッシュしたい時によく使ってます。で、トリートメントは最近こちらの2つ使い分けてます。使い分けてるんじゃないな、気分によって変えてます。あの、あまりね、どう違うかあんまりわかんない。多分こっちの方が日常で、こっちがスペシャルケアかな。こっちのフローディアトリートメントメロースリークはこのシャンプーとセットで買ったんで、そのまま普通に日常的に使ってます。これもシャンプーと同じパサつきのある髪を潤いのあるツヤ髪へってやつを使ってます。で、こっちのフェルエケアパックヘアトリートメントの方も、これもプロフェッショナル用って書いてあるんで、美容室専売品だと思うんですけど、ネットでも売ってました。なんかね、いろいろ書いてある、18種類のアミノ酸とコラーゲンとなんとかかんとかとみたいなのとか、とにかくパーマやカラーリングを施した髪やパサつきが気になる髪のヘアケアにおすすめですってこと で、どっちも5分10分置いてくださいってタイプではないんですけど、私いつもシャワーするときは先にシャンプーしちゃって、でトリートメントこれどっちか使ってで、しばらく置くんですね。で、置いてる間に体洗って、で、最後全部流すみたいな感じで、少し時間を置くようにして使ってます。あとはトリートメントだといろんな試供品とかをね、なんか気分でいろいろ使ったりとかしてます。で、お風呂出た後のケアなんだけど、あの前に紹介したあの100均のあのドライのタオルをしばらくやって、ちょっと余計な水分は抜いちゃって、じゃあそろそろ乾かそうかなって思った時にこれ塗ります。シェルバーデザインサプリアフタートリートメントリペアミルクっていう洗い流さないトリートメントです。これもなんか多分ね、髪のタイプあるな、ミドルからハイダメージもゴワつき広がる髪に、これもプロフェッショナル専用です。もう本当にね、美容院に聞いたままに買ってるって感じなんで、で、これを2プッシュぐらい髪にとってで、馴染ませたらその後ドライヤーをするって感じです。で、美容室で言ってたんだけど、これ海外旅行の時とかもすごいいいって言ってて、あの国によって水質がいろいろあるじゃないですか。だから髪の毛もその国の水によってね、合ったり合わなかったりでごわついたりってことがあるんですけど、そういう時もこれで髪の調子を整えてあげるといいよって教えてもらいました。で、最後ドライヤー終わった後、ちょっとやっぱりパサつきがねあるかなって感じになるので、こちらをつけます。ヘラスターCH ユイルクロノジスト洗い流さないヘアトリートメント、これもあれだな、よく読んだらタオルドライした髪に適量をって書いてあるから、あれだね、あ、これも洗い流さないタイプなんですけど、まあ私はドライヤーの後のツヤ出しに使ってるって感じです。以上が私が最近よく使ってるヘアケアアイテムになってます。結構髪染めていたんでどうしようって方、よかったら参考にしてみてください。今日紹介したやつ多分みんな Amazon で買えるんじゃないかなと思うんで、調べて動画概要欄にリンク貼っておきます。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。